けますね。はいはい。じゃじゃーん。早い方がいい。よいしょ。でかでかしたいな。ですね。もうなんか、実際にさ、手に取ってみんのも、やっぱり。いいねって分かんないけど、かっこいいよ。一応、吟味して買ったわけでしょ。うん。インターフェースの、はい、SSD のガイドがかっこいいなと思って。そうだね。タイプ C。あるね。はい、いいね。ね、よう分からんのさ。うん。よう分からんのさ。まあ、見ながら。ちょっと今から取り扱い説明書を見ながらさ。うわーステッカーじゃねーこれいいね。かっこよ。マットでありデカデカである。これがね、なんかやっぱりコスパがいいみたい。お手頃、お手頃で、うん、どっちこれはファンですね、うん、じゃーん。出たー。はい、光ってるねー。何をするためにこれ買ったの？ゲームすんじゃないの？ゲームもするしたいとは思うし、うん、それなりに高性能なパソコンを作ろうってことでしょ、うん、そう待って、俺これ手袋しない方がいいんじゃない？あ、待って、いいのだろうか。これ何なんでしょう？これはコルセアのメモリーになります。 DDR4 の、はい、今回はの32ギガ、16ギガの2枚雑誌ですね。これをつけていくぜ。押し込んで、ここね、ここが戻るはず、うん、よし、うん、あウェスタンデジタルブラック M.2 か、これが。そう、それを今からつけたいんだが、手袋最初買いがなかったんだ。一応その手袋もさ、静電気防止のさ980円ぐらいするやつでしょ。わざわざ買ってな。そう、あったんだけどさ、マジで。おお、かっこいい。ヒートシンク付きね。すごいギラギラしてるね。ね、かっこいい。あ、ヒートシンクか。そうはあ、すごい。なんぼしたのこれ。これで16,000。ああ、高い。500ギガでだよ。高い。だからさ、で、はい、待って、怖いんだけどこの。あ、まさに。うん。だよね、ちょっと浮くんだもんね、そしてね。うん。いや、だって見ればわかんねえんだ。何も見逃せばなるんだ。ほら。合ってる草がね。ほら。何これこれヤクルトのエナジードリンク。ヤクルトのエナジードリンク。そう。タフマン。高麗人参100mg入ってんじゃん。リフレッシュタフマン。やば。なって。何なって。何なって。この量すごいね。このさめちゃくちゃ凝縮したんじゃん。ご存知コテツマーク2です。みんな大好きコテツマーク2。全然知らねえ。これな。ヒートシンク。ヒートシンクの大きさかな。うわ、ちょっとでけえな、ほんとに。はぁ、マジ大丈夫。どやはい、来ました。はい、みんな、これ存分に、はい、引っ掛けました、うん、ちょっと向きを確認しましょうね。グリスを塗らなきゃいけないんですよ。熱、伝導率を良くするため、良くして、冷やしやすグリスも。
本当にこんなことするんだね。だからさ、うん、シティにできた超高層マンションみたいなそしてファンですね。そしてファンですね。うん、あ、そうですか。はい、着いた、見ました、うん、あ、やべ、負けた、やべちょっとやべ、ちょっとまだ大丈夫、大丈夫。どうしてくれんだよ、この豆みたいに散らばったじゃねえかよこの謎のネジよおい、ほらこれいいのげ、いいのげ、今度はこのグラフィックボードを MSI のなんだっけこれなんて読むの、あそれなりにね、それなりにね、かといってね、全然妥協してない結構攻めのグラボになりますよねこれね、はい、あったけど、あんじゃない、ノートの利便性、なんとディスプレイポートが3つもついてるんですよ。ああ。ここにもステッカーついてきたよ。ほら。説明書やってね、みたいな感じ。ほら、慣れたもんでしょ、もう。ああ、そうやって手動で撮るわけですね。うん、そうですね。うん。はい、画期的。で、こっちから。来た来た来た。ああ。もうサクッつったね。これ何ですか？これは、ね、電源ですね。電源、はい。じゃあこのシステムにはこの 600W が必要だったわけだね。ぐらいあれば80プロスじゃん今知らんけど、うん、電源ケーブルにこちらがプチプチですね。こちら、はい、のこれはそちら乾燥剤、ああ、シリカゲルねこれ本当はこれ、ミスたかったのはこれ。この金をそこで身の手がつきやすいんじゃないかと。は？動画で、ね、はって言ってたらもう何もわかんねえじゃん。一緒にやったのか。謎のカタカタ音がね、それ言う、うん、上に上げると大丈夫だけどなぜか、うん、この留め金をひとたび取ればカタカタっていう謎の音が殺人現場みたいになってるフルモリングさ、うん、爆音モード入った。やだ。爆音モードになった。そして下が肌キャンボスマート 600W じゃんってなるじゃん。いや、どうしたらいいかわかんない。あ、すごい、ちゃんとファンのスピードとか出てる。キンドル出てきたけど、僕プロダクトキー持ってないんですよ。
来るんじゃね。いや、さっきと同じパターンだね、これ。まあ、起動した。あれ？ほら。何？さっきと違うぞ。来るんじゃね？くるくるしてんじゃね？お？俺、来てんじゃね？これ。南スーダンにしとくぐらいで。超ややこしいな。やばい、来た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 。こっちも来たよ。来た。うん。やった。今終わったとこだけど。来たんじゃね？来てんじゃね？あかんと思ってますね。終わった。3時半まで寝れば大丈夫だけど。もう3時とかなるともう明日感がすごいじゃん。うん。じゃあ一応これでね。まあ一応完成。